以前に引き続き会議を開きます。内閣総理大臣から施政方針に関する演説、外務大臣から外交に関する演説、財務大臣から財政に関する演説、山際国務大臣から経済に関する演説のため発言を求められております。順次これを許します。内閣